世の中の五色だからこの野獣ということでね、はい、痩せないですよ、そろそろ、うん、痩せたい、ガリガリやん、でもお前99最近トラックやん、企画で。そっか、そっかもう、やばいなと思って。おうなんだっけ。嘘マジで痩せやろ。ということで本日の企画と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 いうことで本日の企画、1週間100キロでダイエットはい、以上ですこれただのダイエットじゃないですよ、これ。おライザップってあるやん。ライザップあるね。ライザップってなんで売れたか知ってる？あれでも絶対に痩せれるやろ。もうそうねんけど、うん、三日坊主を対策したのライザップな。へぇ、そうなんよ。三日坊主に左遷、うん、もちろんお金も高いからね、うん、三日坊主にしたくないの、うん、はいはいはい。ということでね、今回ライザップみたいな感じでいこうと思いました。おお。俺の担当のコーチいます。お、コーチ。タカラップ。タカラップ。そう、ライザップじゃなくてタカラップ。お、ただね、もともと大学で体育教師みたいな勉強してたんだけど。持ってますよ、免許。持ってます。そう、免許持ってるみたいなんで、タカラに1週間しごいてもらおうと思って。ほう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 。え、大丈夫？個人的な恨みとかそういうの抜いてるね。そういうのやめてな。もちろん本当にガチで俺はそう、コシタックを痩せたいっていう気持ちを、うん、分かりましたよ。はい、なるほど。朝、昼、晩、食べ物を固定したのもいいし、食べたものを初日まず俺に送ってみてって言ってもいい。今日14日なんですけど、まあ今から1週間だから20ですね。20で終了ということで、はい、今日の夜からだからの指示多いんですけど、はい、俺はもうガチガチのコーチね。そう、ガチガチのコーチだから、はいはいはい、だからチャリ運転、なるほどな、俺走るみたいな、はいはいはい、あってもいいのかな。オッケーオッケー。じゃあ1週間ついてもいいよ。ついてきます。お、先生本当にムカついたら寝られます、先生。おいお前、早くまでちゃんとするから俺は。そう、ちゃんとしてほしい。1週間やろ。1週間もう俺的にはね、3キロは絶対痩せたい。あー、3キロね。俺個人としては5キロ痩せたくない。5キロね、希望よね。希望よね。だから食っていきましょうか。任せてほしい。一旦まず体重測っていきましょう。はい、はい、すいません。次はい、始まりました。はい、ちょっと、ただ始まりましたよ。はい、何キロあるのね、一体な。今多分ワンチャン99キロあるかもしれん。99キロある。だってさっきから水分取りまくってるもん。うん、やめなさい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 。いやいやいや、くそ。お、いい、くそ。ちょうどいいか。なるほどね、はい、分かりやすいね。はいはい。で、98キロです。はい、ジャストやね。いやいやいや、らしい。5キロだから93キロ。俺5社の93見たことないかもしれない。一回もどうやってじゃあ回っとく。回っとく。ブーブーツブーやろ。あ、ブーツブーやろ。いいんかな。うん、せーの、ブーツ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 。あ、知らないな、届けや。今これで、はい、ということでね、今晩から始まる5食のダイエット、僕が98キロからどこまで体重を落とせるのか、皆さんお楽しみに。はい、そういう最悪やないと。最悪よ、最悪よ。1日目は焼肉屋ということで、僕の先生、タカラップ先生はお肉を食べるみたいです。はい、俺はサラダ。ちょっときついけどね。きついけど我慢して。1日目じゃなくきついからな。きつい、焼肉屋。うん、うまい。よし、ちょっと食べよう、カルビ。地獄。きつい、うわ、きつい。いや、肉久しぶりや、俺マジで。1週間いけそう。フルーツ生活やりきったからさ。ああ、そうやな。あれに比べればバラか、サラダチキンとマレーだし。だから俺の時は自分でね、追い込むしかないんで、それは負けないように一人で焼肉屋に来ないように頑張るから。おもろいよな、ちょっと行こうと思う。うわ、うまそう。いただきます。ネギと絡めてカルビを。いきます。頼む、どこ行っとる。どこ行ったら毒、どこ行ったら毒、どこ、どこ行ったら毒。あっ、大ダメージ。めっちゃうまいわ。うまいわな。どう、お腹いっぱいになった？我慢できそうならストップするし、無理そうやったらなんかサービスするよ。サービス、サービス欲しい。何様かな。見たい。先生に任せます。めっちゃニランドル。はい、今見に来ました。キャベツです。塩キャベツ取っていくか。もう一つがスープですね。わかりやすいスープです。いただきます。
はい、今食べ終わったんですけど、宝がね、足りないということで。足りなかった、やばい。足りないけど、今日プライベートのジャグラったせいで負けてるんですよ。そう、だからお金がないと。今そこで案が出ました。今ご飯中に焼き火無料のネギ頼んでタレぶっかけてすごいにブワッてやってガツ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 ってめっちゃ恥ずかしい。いいんじゃね。行くやん、もういいか。行こう。そんなん気にせん、俺気にせん気にせん。はい、こんな感じで、まあ、僕も食べ終わったのでとりあえず初日の夜ご飯終了ということで、はい、行きましょう。すいません、それで次。はい、ということで帰ってきました。1日目はあんな感じでしたね。ご飯はサラダとキャベツ、塩キャベツとスープでしたね。で、タカラが最後に注文したチューライスとネギ、こんな感じでした。どんだけ辛いやっちゅうね。店員さん5度目ぐらいしてましたよ、最後。無料の薬味のネギとご飯だけで食べてるんだな。きついっすよ、ほんと。あの、カフェインだけは OK ということで、この一番濃いモンスターを飲みます。はい、こんな感じで2日目迎えたいと思います。はい、2日目です。現在時刻は12時半ですね。昨日は朝方まで編集してて、今からなんか朝ごはん兼お昼ご飯です。カレーとトウモロコシとキムチ納豆豆腐。これキムチ納豆豆腐でいいんけ。豆腐オンキムチ。何やねんそれ、納豆どこ行ってんの。で、発酵食品のなめこ汁。はい、いただきます。タカラにね、炭水化物は絶対抜いてほしいって言われたんでね、抜きます。いただきます。うまっ。皆さんどうもごきげんよう。2日目の夜ですね。はい、夜ご飯発表します。蒸し鶏のシャキシャキ野菜サラダ。はい、これカロリーが142カロリー。はい、少ね。少ないです。だいぶ少ない。サラダチキン。はい、これもカロリー少ない、117ですね。はい、先生筋肉パワー。今から昆虫撮影。そう、今から昆虫撮影です。皆さん概要欄から見てください。いただきます。よく噛んでや。これマジさ、サラダチキンのスモーク味、うん、ジュラシックパークの肉の味する。あー、あのチキンね。うん、こんな感じで食べていきます。はい、また明日回します。はい、じゃあ3日目まで。さあ、それで次3日目です。ちょっと今日はね、忙しくて夜になっちゃいました、すいません。今日何をしていたか説明しますね。まずカブトムシ捕りがあったんですよ。これが終わって家着いたのが2時半やったんですよ。5時半起きてそのまま仕事行って、仕事終わったのが9時半やったかな。で、腹減ったんでそのまま一人でスキヤ行って、これ牛丼ライト、あのご飯の部分が豆腐とか、サラダになっとるやつですね、食べて、で帰ってきてちょっと家でいろいろ作業して、1時ぐらいに寝て起きたら7時でした。6時間も寝ちゃいましたね。はい、ということでね、今現在7時50分、まあ8時なんですけど、晩ご飯紹介したいと思います。まずこれ、でん、卵2つとキャベツ、鶏の胸肉にポン酢かけました。いただきます。いや、めちゃめちゃ腹減ったよ、マジで。うまっ、ポン酢いけるな。はい、じゃあこんな感じで食べていきます。え、4日目。時刻は現在4時でございます。朝ごはんはちょっとね、やらかしました。お菓子食べちゃいました。編集ちょっと切羽詰まってて、急いでやろうとしたらね、気づいたらお菓子手に取って、ボリ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 っとね、2、3分で、無意識で、無意識で。で、お昼ごはん兼朝ごはんみたいな感じですね。これもまず1つ目、タンパク質が取れる大豆ミートサラダ。お、サラダ豆はめっちゃいいと思う。これもう1つ、ごぼう牛肉。ごぼう牛肉かと、お前でリポビタンで、これはもう新鮮なんで。お茶は絶対これですね、ごま麦茶。血圧が高めの方、これです。これ何それ、今こんな感じ。ガキのやつか。いただきます。はい、どうぞ。うわ、全然おいしくない。おいしくない。食べてみる。あー、ばあちゃんち。あ、いいやん。全然気に入ってない。残念。ほぼごぼうとこんにゃく。5日目です。あ、5日目の夜ご飯、すいません、食べちゃいました。はい、ということでちょっと撮影できなかったんで、5日目ちゃんと、なんで今からサウナに行きたいと思います。はい、先生がいますよ、ちゃんと。名張先生です。で、ちょうどやがしちゃったんですよ。どうしたの。またやっちゃいました。何を食ったんやお前、一体。また今日朝時間なくてお菓子朝晩にしちゃいました。またお菓子食ったんかお前。はい、ということでね、今サウナ終わりました。はい、あ、今これ言ってるだけでマスクちゃんとしてますからね。はい、こんな感じで5日目一緒にたいと思います。明日も6日目なんで、明日は運動するかな、多分。さすがにそろそろ運動しないとダメなんで。それでは6日目、次。
今現在昼の2時です。はい、ということで納豆、キムチ、豆腐と今のメカブ食べました。いただきます。どう、ちょっとやってた？どうすか、どうすか。はい、ということで6日目の夜ご飯ですね。サイズに来ました。小指のサラダ L サイズ。ちょっとドレッシング多いんじゃねと思うかもしれないですけど、まあ、全然今日食ってないんでいいかなと思います。あとプラスでラム肉を2本食べました。はい、いただきます。うまそう。あ、じゃあまたラム肉取れたら回します。次、取りました、ラム肉。嬉しい。しばらく食べたかったですね、肉は。最終日の前日にして6日目にしてついに食べちゃいます。我慢しろや。うまい、シェフ。そんなこと全部いけやったな、お前。待ってよ、100円。100円、1本200円やから100円。香辛料、そうそう、絶対うまいや、こんな食った。家食うの、どうしましょう。次またあの夜の運動の時に回そうと思います。よいしょ、次。はい、また6日目ですよ。ジムに行って走ろうと思うんですけど、一回その前にね、熱々のお風呂で汗を流しております。今ね42度ですね、風呂の温度は。熱い。だからまた走ってきます、ジムまで。次。ああ、そう、那須川天心これでダッシュしとるやん。やばくない、すごい。一緒にやってみようか俺。はあ、顔から行くね。ガーンって行くやつだよ。これがきついんすよね。果たして最終日までに何キロ落とせるのか。98キロからどこまで行くか、皆さんお楽しみに。それでは最終日へ、次。はい、ということで皆さん、最終日でございます。はい、で、俺昨日またやらかしちゃって夜、え、あの後寝る前に腹減ってサラダチキンをもさもさ食べちゃったんですよ。また食ったんや。俺とも同じまで腹減ったって。そう、ずっと腹減った時に。そっからまあ食べてないんですよ、今まで。あ、ほなんで、朝起きて、俺水分氷1個しか取ってません。結構きついし。だ、今こう、声こんなガラガラなんですよ。で、今からサウナ行こうと思って、最後に。はい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 。最後の悪あがきですね。そうやね。これもう意地やと思ってください、皆さん。もうデートじゃなくねとか思うかもしれませんけど、そんな関係ない。ただの欲求ですから、俺の。やりたいようにやる。そう、それが YouTube です。好きなことで生きていく、好きなことでダイエットするんです、それが YouTube です。じゃあ、サウナ行ってきます。さよなら、次。はい、しょー。お疲れ様でした。終了しました、やった今日で。はい。お疲れした。まあ、最初98キロで、どうなったか。うん、やっぱね、きつかったね。きついやろ。やっぱ1週間じゃなかなかって感じだったね。まあ途中ちょっとお菓子食べてしまったり、クレルトのカラオケで編集しながらソフトクリーム食べてしまったりあったり。いや、きついやそれ、俺。きついやそれ。はっきり言わせてもらったら、俺、全然やってないよね。あ、そうなんや。うん、俺全然わからんげんす、これ。あの、1日だけ。あ、そうなんや。知識ないから、正直。まあ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 、そうやもんね。多分、俺の方が知識あるよ。あ、そうなんや。これ言って。うん。こいつ、無理、無理。ちょ、言わんからね。結局こいつね、全部。意見は。なるほど。うん。無理。下手くそ。違う。はい、行きましょう。体重測定。はい。せーの、せー。次。ブーツ、ブーツ、ブーツ、ブーツ。てん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 。ブーツ、ブーツ、ブーツ、ブーツ。てん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 。してね。はい、ということで、ついに体重測定でございます。はい。1週間前、7日前が98キロ。そして、今何キロになったか。見た目的には、ちょっと変わった気は、俺はするん。する？わからんけど、わからん。よく言った。まあ、海外すぎやったら。いきます。はい。ゴーした今日の体重は何キロなんでしょうか？くっそ。好き。出て !94.1 キロすごい。3.9キロ、すごいわ。ちょっとね、サウナで1キロ抜いたんですよ。だから成功法で言って3キロ痩せました。まあでもすごいよね。すごい、うん、約4キロやね、3.9キロなんで。マイナス4キロ減量成功、皆さん。とりあえず飲んでいい？飲むか。居酒屋で出されるやつ。こうだね、最初はこうだね。次です。
気持ちそう。はい、ということでね、ダメドグッドボタンよろしくお願いします。はい、行きます。ソロもお願いします。行きます。次回の増量減量動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。熱中症気をつけよ、みんな。風邪ひくなよ。君の存在は響き渡ると